皆さん、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気でしょうか。今日はですね、イギリス式のスコーンをいただきたいと思います。はーい。 It's my cup of tea ということですね。で、こちらはですね、ちょっとプレゼントということでいただいたものになりますけれども、じゃあ早速中の方を見ていきたいと思います。スコーンといえばクロテッドクリームといちごジャムですよね。この中身もね、またちょっとご紹介しますけれども、この色素敵じゃないですか。なんかいちごミルクみたいな色で、私すごく癒されたなと思います。スコーン4つ入りなんですよね。そうですね、うん、でね、可愛い。全部あれなんだ、ピンクをモチーフにしてて、こんな感じで2個入りが2つ、なんかちょうどいい大きさの気がする。で、ね、ここを開いたところにですね、ちょっと見えるかな、好きな人、好きな食べ物、好きなものに囲まれているとき、英国ではマイカップオブティー、私のお気に入りという表現をします。そうなんだ。お気に入りイコール好きな時間は心を満たしてくれる小さな幸せがあなたから隣の人につながっていき、 It's my cup of tea が世界をより良くする一つの合言葉になりますようにということですね。へえ、すごい、知らなかった。昨日ちょっと仕事が大変で、今日このスコーンいただけるのすごい楽しみにしてました。お気に入りのね、時間になると思います。で、スコーンの美味しい食べ方もこんな感じで書いてくれてます。まあ、解凍&温めから上下に割って香りを楽しみ、クロテッドクリームとジャムをつけるですね。このね、いちごジャムのね、パッケージもすごいかっこいい、黒くってこちらはストロベリージャムなので、あのいちごのほか砂糖とかレモンも入ってますね。この中にもバターが入ってるんですって。どういうことなんだろう、すごい。で、クロテッドクリームといえばこのロダス有名ですよね。こちらがセットになっています。ではスコーンの方をいただきたいと思います。ではスコーンが温め終わりました。はい、これ2つにパコって割ったんですけど、すっごいね、ふわって香りが立つんですよ ね。この取ってる方にもすごい匂いが来てる、来てる。なんかね、温めてる時もすごくいい香りですけど、やっぱこうパコって割った時がすごくね、いい香りがして、なんかね、小麦粉の香りがするんですけど、すごく甘い香りにも感じて、すごく幸せなお気に入りの時間かもしれない、その時間がね。いいね。で、今日はですね、いただいたいちごジャムとクロテッドクリームを乗っけてみました。クリームよく見ると、ちょっと上のちょっと白っぽいところと上の黄色っぽいところ分かれてますけど、これは 上澄みをクラスターって言うんですかね。あの、そこはあえて混ぜたりせず、そのままいただくということなので、こちらでいただきたいと思います。おいしい。いい音鳴ってるね。おいしいなんか外はすごいサクサクしてて、中がしっとりですね。全然乾いてない。うーん、おいしい。これはですね、あの、送ってきてもらった時は冷凍されてたスコーンなんですけど、まあ、およそ2時間ぐらい常温に置いて元に戻してから温めたものをいただいてるんですが、全然冷凍臭さはもちろんないですし、
美味しいスコーンってこういう味がするのかなっていう感じがする。でね、このねジャムが本当にいちご味ですね。よくいちごが使われてないいちごジャムみたいなのあるじゃないですか。そうじゃなくてしっかりいちごの味がする。ちょっとパッケージがこの動画で見えないんで、もっと前に出してもらっていいですかね。あ、そっちじゃなくてジャムの話ジャムの話してたから、スコーンプレーンで食べてもねすごく甘みがあって美味しい。でこの大きさが大きすぎずいいですね。そうね、なんかあんまり他と比較しないと分かりづらいかもしれないですけど、何て言うんですかね、どんぐらいのサイズっていうふうになるね。どんぐらいのサイズ、ちょっとごめんなさいね、もう一個新しい。カップよりちっちゃいみたいな、ぐらいな。あんまりいい比較じゃないか。でも別にちっちゃすぎるわけでもなくて、程よいね、大きさっていう感じだよね。2つ食べたい。ね、それで4つでちょうど2人で食べるのにいいのかもしれない、すごくいいですね。じゃあもう一口をいただいちゃいます。すごく美味しそう。なんか私の中でですけど、今まで食べたスコーンの中で一番美味しいかもしれない。へえ。なんだろう。もっとパサついてたスコーンを食べてきたのかもしれない。そう、正直スコーンといったらちょっとパサついてるイメージがある、ね、そうすごいある。で今まで食べてきたスコーンもすごい美味しいんだけど、ちょっと大きすぎたりだとか、パサつきを感じてしまって残念さも感じたりとかもあったけど、大きさが絶妙で全然パサついてないので本当に美味しいです。ありがとうございます本当に今日原材料名出してなかったですよね。そうだね。原材料名は小麦粉、バター、牛乳、卵、砂糖、塩、膨張剤ということで、すごいシンプル。シンプル。ちゃんとお砂糖も使ってもらってて、製造者はブリティッシュプライドさん、東京都の会社ですね。ちなみに1個あたりエネルギーが 213.4 キロカロリーあるということで、ここは高カロリーは否めませんね。ね、バターもねたくさんしっかり使ってるっていうことがね、原材料みたいな感じね。ね、このバターの香りとね小麦粉が合わさった香りが本当にいい香りでした。で今日ですねすごく気が利いてるなと思ったのが、もう一つ一緒に入ってたものがあるんですよね。でなんとですね、このバターナイフ、いつまいカップオブティー見えます？見えます、読めます。ここにね入ってる、これを1本一緒に入れてくださってます。これがあればね、クロテッドクリームもジャムも一緒に塗れるということで、すごくこういうのなんかありがとうって思うよね。なんかちょっと色もね、ピンクゴールドっぽいよね。ピンクをやっぱりベースにしてるのかな、ね。じゃ今日はいつまいカップオブティーということでスコーンのご紹介でした。すごい美味しかったです。ごちそうさまです。では皆さん、梅雨にも入りましたので体調の方はいかがですか？しっかり水分とっていただいて、負けないようになんとか毎日過ごしましょうね。いってらっしゃい。